参議院選挙が あと1週間後にあると、今度の日曜日にあるということで、新聞各紙予想ができています。で、まあ、朝日と読売を読んだだけです。あ、違った。読売と日経を読んだだけですけども、要するに現政権、まあ、与党が過半数を取る勢いであるということになってですね。で、まあ、はっきり言ってですね、今の政権がまともなことをやってるとは到底思えない。ね、これが、本当に、まあ、そうなのかもしれませんけども、与党が過半数を握ってしまえば、あと3年間ぐらいは、もう国政選挙がないということで、まあ絶望的ですね。現政権の政策は最悪だと。まあ普通だったら、何十万人の人がですね、国会に押し寄せて、デモしてなきゃいけないような、そういうひどい状況になっているのにもかかわらずですね、国民が気がついていないと。これは悲劇ですね。で、まあ、その証拠を示しますと、世界主要33カ国でですね、賃金上昇率を見ると、1995年を100としてですね、で、見るとですね、まあ、他の国は、もう何倍にもなってるんですよ。30年近く前ですよね。それに比べて、もう賃金は何倍にもなっていると。ただ唯一、世界でですよ。唯一、マイナスの、だから減ってる。30年近く前に比べて減ってるのが日本。まあこれね、気がついてほしいんですね。要するに、よっぽど悪い政策をしたんだと。別にいろんな国ありますよ。戦争してる国もあるし、内紛あるし、あるいは財政破綻した国もあるし、まあ、それを経済制裁を受けてる国もある。世界中からいろんな国がある中で、それでも発展してるわけですよ。賃金は増えてるわけです。日本だけがマイナス。ですから、今の政権の政策が、まあ、あまりにもひどい。世界一ひどいんですよ。だからそれを、なんとか、まあ世界一とは言わなくても、世界のね、標準レベルぐらいまでに引き上げなきゃいけないと。ね、アメリカだって 2.2 倍になってますよ。なんとかしなきゃいけないと思うんですが、その一番いいチャンスは、今度の選挙ですね。今度の日曜日の選挙。まあ、与党を支持するのはやめましょう。まあ、GDP を比べてでもですね、これ中国とか、あるいはアメリカとか、これがドイツ。これがイギリス。まあ他の国は多かれ少なかり成長してるんですよ。ところが日本は成長してない。まあよく見るとマイナスになったりするんですけども。まあ GDP で見てもですね、まあ横ばい、もしくはマイナス。ひどい状況なわけですよ。で、まあ、賃金は上がらない、下がるっていうのはみんな知ってます。その上ですね、ガソリン代が上がるし、いろんなものが値上げしてます。どんどん貧しくなってるんですよ。で、どうしてこういう政策を許すのか。どうして普通の国にならないのか。まあ、少なくともですね、ビリ、最悪、ね、世界最悪の政治、これやめさせませんか？ということはですね、今の与党の
与党にノーを言うべきだというふうに思いますね。まあいろんな理由でね、その日本経済縮小しているへ理屈で説明する人がいっぱいですね。まあ人口減少するから、やはり GDP 減るんだと。いうことを言うんですけども、日本以上に減少している人のところもありますよ。それでもプラスになるんです。日本人の能力が低いのかと。まあ、戦後はですね、日本は奇跡の経済復興と言われてたわけですよ。頭いいから、世界で、まあ、トップレベルの成長率を示してて、ジャパンアズナンバーワンとかね、もう日本が世界一になるぞと言われていたんですよ。ノーベル賞受賞者も非常に多い。だから能力は十分なんですね。で、まあね、成熟したらもう日本はもう十分成熟したんで、これ以上発展できないという人がいますよ。でもですね、日本以上に成熟したアメリカとかイギリスとか、もう他の国は日本以上に成熟してて、それでも随分発展しているわけで、まあ日本何やってんだろうなと。中小企業が多くて生産性が低いんだという人もいますよ。でもですね、かつて奇跡の経済復興と言われた、まあバブル以前ですね、その急成長してた時も、やはり中小企業多かったんですよ。生産性は、まあ、低かったかもしれないが、一部の産業がどん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 伸びて、で、それが日本を引っ張ってましたね。だから、非常に生産性が高い、大成功した、まあ、電気、分野、電気機器会社っていうんですかね。白物家電ですかね。まあ、いろんなところで大成功し、半導体でもそうですよね。太陽光パネル。まあ、いろんな分野で大成功したんですよ、日本はね。で、そういう企業がどんどん引っ張っていった。で、給料も上げていた。ということで、まあ、これは、だから中小企業が多いからっていうのが理由じゃないと。中小企業は多くても、一部の企業が頑張れば、まあ、発展するんだという証拠ですね。で、何が悪かったんだろうということなんですけどね。まあ、結論を言うと、日本は通貨発行しないんです。薄いね、昔々ですね、通貨誰か、発明しますよね。で、それで、発明して、そしてみんなに配ったと。で、それで十分かと言うと、決して十分じゃない。ね。経済規模っていうのはどん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 大きくなるんで、まあそれにつれて通貨は発行し続けなきゃいけない。通貨を増発し続けなければ経済は止まってしまう。これはもう明らかなんですね。で、どうしてこれが理解できないのか。日本、まあ私ね、20年前から盛んにこのことをアピールしておりますが、どうしても理解しない人がいる。あるいは理解してる人もいっぱいいるんですけど、まあ、なんて言いますかね、一部、それに通貨増発っていうのが、まあ、悪いことだという、まあ、固い考えを持っている人がいるんですね。そういう人が邪魔してる。
で、歴史的に見るとですね、江戸時代から見ますよ。1842年の歳入は156万7000両だったわけですよ。で、貨幣改鋳。これはですね、通貨発行したわけです。で、それで利益が出た。これ55万7千両。ということでですね、お金全部の収入はね、年貢。これは、税金みたいなもんですね。それから年貢以外の収入もあったと。ところが、通貨発行で 35.6% 補っていると。ということですね、通貨発行が非常に重要な収入源であった。だからこそ、江戸時代の、経済発展した。で、これだけ発行すると、ハイパーインフレになるだろうという、バカな経済音痴がいます。でも、米の値段が一番重要な指標ですけども、米の値段は変わっていないと。安定してたということであります。これで、その次の年は、154万両で、通貨発行益39万両ということで、この年はちょっと減りましたけども、必ずこれを踏み入れていたと。で、じゃさらにその次は、257万両、ね、前年比67%増ということで、貨幣発行益、これ85万両ということ。これどうしてお金がたくさん必要になったかというと、江戸城の本丸を再建したと。その費用が83万両必要だったということですね。だから、この年は33%。ということですね。日本は、そういうふうにして、経済を発展させてきたということで、これで良かったわけですよ。通貨発行すれば、円の信認が失われるとか、ハイパーインフレになるとか、バカなこと言う人がいますけども、決してそんなことはない。ある時代に、貨幣発行の割合、ここにありますけど、何十パーセントか。30%ぐらいですかね、発行してたわけですね。だから、それで、着実に経済規模は拡大してたし、だからといってハイパーインフレになったりしてはいないということですね。で、様々な分野でですね、現在、自動化とか IT 化とか AI 化が進んでるんですね。かつては、8割の人が農業に、従事していてて、彼ら一生懸命働けなければ、日本人を養うことができなかったという時代はあったわけです。今はもうですね、その機械がだいぶ頑張ってますから、自動化って言いますかね、機械によって、大量に、農作業やれると、いうことができますし、品種改良もできてますし、ということで、ほんの数パーセントぐらいの人がいれば十分農業ができると。いろんな分野でですね、銀行でもね、窓口でいちいちハンコついてたんですが、今 ATM ですね。とか、数限りないですよ。もう少ない人で多くの生産ができるようになった。ということでですね、かつてよりさらに多くのものを
生産できるようになったわけですよ。多くのことが、生産できるようになったんだから、それに応じて、お金をもっと多く使ってもらわなきゃ困るわけですよ。ね。それは、生産と需要、供給と需要側の関係が崩れます。で、今はまさにその状態で、通貨発行はダメだと。頭から決めつけてる。だからデフレになる。通貨増えない。それで経済が停滞する。給料はむしろ下がるぐらい。こんなことをやってる国はですね、日本しかないんですね。で、すべての責任は政府にあるわけです。政府が通貨発行を許す。ね。いうことであれば、それはもう、またかつてのように発展するわけなんですね。まあ、通貨の発行の方法が皆さんよくわかってないかもしれないけども、まあ、いきなりですね、政府がお金を発行して、それを使ってもらうというのでもいいんです。確かにですね、そういう方法でやってたことがあって、インフレ、それで発行しすぎてインフレになったという国もあったという、日本も、まあそういうこともなくはなかったんですが、まあそれを歯止めかける方法があるんじゃないかということで、中央銀行でお金を発行する。そして、国債を発行して政府はお金を得ると。で、金融機関が買う。そして金融機関から日銀が国債を買うことによって、まあ日銀というのは、まあ国の一部ですよ。ですから、まあ現在、日銀は、国債の保有というわけで、まあ半分ぐらい、守ってるわけですね。